まあ、普段の夕飯をちょっとリッチリ。いい音や。じゃーん。とってもハッピーでございます。マイドーワイン三昧竹前です。本日はスーパーで買えるオーストラリア産のサーロインをもう劇的に美味しいステーキに仕上げまして、で、このステーキに合うであろう同じくスーパーで買えるチリ産のカベルネソーヴィニヨンモンテスアルファ。はい、こちらをお肉と一緒に合わせていただきたいと思います。特にね、肉屋とかで専門的に買ってるわけじゃないですし、まあ普段の夕飯をちょっとリッチリ赤ワインとお肉合わせて楽しんでいただけたら、もうより楽しいワインライフをね、送れるんじゃないかなって思いますので、参考にしていただけたら幸いです。では早速材料からご紹介します。はい、必要な材料はこちら。サーロインステーキとニンニクすりおろしですね。あと焼くときにバターが必要なのと、塩コショウ。これは最初の味付けに使います。で、今回の味噌がですね、この低温調理器ボニークでございます。ちょっと後ほどちゃんと説明しますけど、その時に必要なのがジップロックと、あとは洗濯バサミ。以上です。まずお肉に下味をつけていきます。お肉は下味つける前に冷蔵庫から取り出して30分ぐらいは置いておきましょう。これはだいたい厚さ2センチぐらいのステーキです。ではお塩と胡椒振ってきます。でお塩の量なんですけど、だいたいお肉の重さのかける 0.1g と言われております。だからこれは 200g のお肉なので 2g のお塩を振るわけですね。で胡椒は適当です。まあ、多めの方が美味しいんじゃないかなって私は思ってます。はい、ニンニクです。これはもう手軽にチューブ使っております。ここからね、低温調理に入れてくるので、まあ、まんべんなく塗っていきたいと思いますね。はい。で、これ聞いた話なんですけど、こうやってお肉に振るお塩はわざわざ岩塩使わなくて全然大丈夫とのことです。普通のお塩使ってます。そしたら、この大きめのジップロックにお肉を入れていきます。ここからですね、低温調理器でゆっくりゆっくり火を通していくんですよ。いってらっしゃい。よいしょ。OK です。はい、入れました。で、この封はね、まだ閉じないんですよ。これはこの後に閉じていきます。はい、ボニーク、この低温調理器で58度で1時間湯煎っていうんですかね、こうゆっくり火を入れていく、火をというか熱を入れていくので、そのセットしていきたいと思います。それでまず58度セットできてますね。で、こっちで時間1時間。はい、スタート。これでゆくゆくは58度になってくれます。58度になったので、お肉を入れていきたいと思います。こうやってね、ボニークを使って低温でね、ゆっくりと熱を入れていくことで、お肉に焼きムラがね、出ないんですよ。で、こうやってお肉入れたら空気を抜いてきます。熱にムラが起きないように気にして、沈まないように洗濯バサミ固定します。1時間待つだけです。はい。で、なんで低温調理器を使うのかっていうと、お肉のタンパク質が硬くなる温度というものがあって、63度から70度の間でタンパク質って硬くなっちゃうんですって。でも低温調理器って58度でずっと1時間ゆっくり熱を入れていくので、タンパク質が硬くなる一歩手前の温度でゆっくりと温かくなっていく、火が入っていくっていう状態で柔らかいステーキができるんですよね。だからスーパーで買うサーロインとかって、そのまま焼いても美味しいんですけど、お肉を使うことによってさらに柔らかく仕上げることができるんですよ。しかもムラなく、だいたい筋とかって硬いじゃないですか。そういうのが起こんないので、本当に私はおすすめしてます。で、ここで、お肉に味付けしたんですけど、せっかくなのでソースも作りたいと思います。では材料を紹介します。バルサミコ酢大さじ2で、赤ワイン大さじ2、これ入ってます。カベルネソーヴィニヨン入れてます。で、お醤油が小さじ2、蜂蜜小さじ2でも、なんかちょっと入れすぎちゃったんですけど、まあ甘い方が美味しいかなって思ったので、これを煮詰めていきます。はい、ではまずバルサミコ酢イン、あと赤ワインをインします。これでこの2種類だけで煮詰めていきます。なのでお醤油と蜂蜜はまだ入れません。
で、こういう時のソース、大体お料理に使う赤ワインとかあって、なるべく濃いブドウを使った方がいいです。薄いピノノワールとか、イタリアのサンジョベーゼとか、ああいうのはあんまり料理酒としては向かないので、本当にカベルネソービニオンっていうものはお料理にも最適な赤ワインなんじゃないかなと私は思っております。煮詰めていきまーす。結構煮詰まってきたので、ここにお醤油と蜂蜜を入れていきたいと思います。醤油。結構ね、お酢の匂いがすごくて、むせながら煮詰めておりました。あと、実はこの中にもう一つ入れたい材料があって、それは肉汁ですね。今、ボニークの中にお肉入れてますけど、ジップロックの中に肉汁が溜まるので、それも入れたいと思ってます。なので、今は完成しません。そう、本当は肉汁とかを入れてから、その中にバルサミコ酢とか入れると思うんだけど、時短ですね。はい。で、今回はそのステーキに合わせるワインとして、どうしてもスーパーとかで手軽に買えるワインで選びたかったんですけど、チリのカベルネソービニオンが一番合うんじゃないかと思ってご用意しました。で、これはモンテスアルファっていう会社で、まあチリの中でもすごい大手ですね。で、お値段は安いもので1500円ぐらいのワインから、高いものだと1万1000円ぐらいまであります。まあ1万1000円とかだともうスーパーに売ってないんですけど、よく見かけるのがこの2000円前後のモンテスアルファカベルネソービニオンですね。私のお友達でもフルボディなワインが好きな方はモンテスアルファとっても好きです。で、まあ余談になるんですけど、このね、女神は、創設者が一回事故に遭っちゃって生死をさまよってた時があるんですって、その時に女神がこう頭の中をよぎったから、それ以降エチケットに女神が書いてあるんだそうです。はい。明日から使える豆知識でした。で、早速、まずはお肉と合わせる前に単体で飲んでみたいと思います。では、いただきます。うん。やっぱ、いいね。力強い感じが伝わってくる。鉛筆のシーンみたいな。黒系の果実ですね。ブラックベリーとか、プルーンとか。プルーンまでは甘くないか。え、ピーどう思う？うん、肉に合いそうだよね。うん。このね、企画をやるにあたって、最初オーストラリアのサーロインだから、オーストラリアのワインで合わせようかってやってたんですよ。これ私の家から持ってきたんですけど、これペンフォールズってオーストラリアの老舗のワイナリーのシラーズって、もうオーストラリアでいっぱい栽培されてるよってブドウ。絶対合うだろうって思ったら、なんか軽すぎちゃって、シラーズって黒胡椒とかスパイシーなニュアンスがあるって、ね、ソムリエの勉強する人とかね、習ったと思うんですけど、全然ジャミーなんですよ。肉に負けちゃってたの。だから、カベルネソーミニオンに変えたんですけど、カベルネソーミニオンの中でも、チリのカベルネソーミニオンってやっぱり力強いですよね。飲み応えもしっかりあるので、合わせるお食事もこう、歯応えというか、噛み応えのあるものと合わせた方がいいと思っていて、だから煮込み系よりかは、ステーキとか、こっちの方が私はいいと思っております。では、フライパンにバターを入れときまーす。もうお肉には火が入ってる状態で最後焼き目だけつけたいので、これはもう強火でいきますよ。はい、結構バターが溶けてからも時間が経ってかなり熱々の状態で肉をインして焼き目をつけていきたいと思います。はい、いい音や。いい香りがしております。ひっくり返します。よいしょ。いい色。あと、ニンニクの香りがすごいする。弱火で焼っちゃうと、また肉の中に火が入っちゃうので、強火で、もう焼き目だけつける。そういう感覚ですね。お皿に移したいと思います。一応。出来上がったので、実食していきたいと思います。いい色してます。歯入れた感じもね、結構柔らかいですね。もう今日の撮影にあたって私めちゃくちゃステーキ焼いて練習してきたんですよ。で、フライパンだけでやった時もあったけど、柔らかい気がする。はい、気になる断面図。じゃーん。赤い。いただきたいと思います。いただきます。うん、柔らかい。チーン。ニンニクをお肉に入れる前にまぶしたことによって全体的に味が染み渡ってます。これ絶対だと思うわ。あ、
シラーズじゃないね。パヴェルネソーヴィニヨンだわ。滑らかな、ね、優しい感じになるんですよね。さっき単体で飲んだ時の力強さっていうのが消えて、油とパヴェルネソーヴィニヨンの渋み酸っていうのが調和して、これいいわ。よかったわ、シラーズじゃなくって。モンテスアルファにして。せっかく作ったんで、バルサミコのソースもかけてみたいと思います。結構ね、トロトロになりました。で、最後肉汁も入れてもうちょい詰めたんですけど、このいい香りしてるんですよ、このソースも。いただきます。ソースかかった方が美味しいわ。ソースも何度も練習したんですけど、一番上手にできたかもしれない。ソースにもこのモンテスアルファ使ってるから、もう最高だね、最高マッチ。で、もっと3000円とか4000円とか、いいお肉だったら塩コショウだけでもいいかもしれないけど、やっぱり言うてスーパーのお肉だから、ソースがあった方が私はいいと思いましたね。はい。このまま美味しくいただきたいと思います。皆さんもぜひ、お家でちょっと贅沢したい時に、スーパーのお肉でも、スーパーで買えるワインでも、お家でリッチにね、ワインとステーキ楽しむことができるので、やってみてください。はい、ちなみに今回はですね、いつもとは全然違う超素敵な空間で撮影させていただいてるんですけど、ここは虎ノ門にあるラ・カーブ・M というね、ワインバーで今回は撮影をさせていただいております。イエーイ。もう素敵なね、テーブルにお皿にグラスにテンション上がってるんですけど、ここは会員制でですね、地下にワインセラーあるんですよ。で、違うフロアにワインバーがあるので、会員の方は、楽しむことができるよということで、ホームページ、概要欄貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。もうめちゃめちゃ素敵な空間で、ワインがちゃんと見れるように、テーブルとかも白いんですよ。ちょっと洒落たところで暗い感じのワインバー多いんですけど、こういう明るい素敵な空間で撮影できてとってもハッピーでございます。ではここで突然ですが、クイズです。今日はね、シラーズ試して、モンテスアルファに結果になりましたけど、本当にステーキに合わせたワインが家にあるんですよ。家のセラーでも2年弱ぐらい眠ってるんですよ。はい。でも1本しかないから持ってこれなかったんですけど、それは一体どこの国の何でしょうか？答えは概要欄の URL か画面 QR コードから LINE に登録してください。そうすると答えが届きます。他にもワイン三昧公式 LINE では私のね、ヨッパピーな楽しい動画とかもお送りしてますので、ぜひぜひ LINE 登録お願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあお肉を入れていきたいと思います。ちょっともう髪の毛が今入った。あ、本当に？いや、濡れた。